はい、皆さんこんにちは、土弱園芸の鈴木です。非常に暑い時期ではあるんですけど、今日はですね、7月の16日、15日か、13、14とね、ハス祭りだったから15日ですね。はい、今日はですね、曇り空っていうこともあって、非常にこう、なんですかね、心地よいようなぐらいの暑さですね。そんな暑くてもうダメ、暑いっていう感じではなくって、普通にこういい気候な感じでしたね。はい、今ちょっと申し上げましたように、昨日一昨日とね、ハス祭りをさせてもらってまして、土弱園芸で非常にたくさんのね、来場いただきました。お客様たち皆さん本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。遠くからね、来ていただいたお客様もね、たくさんいらっしゃって、はい、西も東もすごいところから来ていただきましたね、毎年。ほんでね、毎年来ていただいているお客様ね、いらっしゃってね、はい、本当に土弱園芸としてありがたいことです。今日もね、SNS のね、オフ会っていうことで土弱園芸に来ていただいたね、お客様も結構たくさんいらっしゃいましてね、本当にありがとうございます。はい、もうね、最近はね、皆さんがね、すごいビオトープとかね、水生植物、ハスとかですね、たくさんされててね、本当になんかもうどんだけやるのっていうぐらいのお客さんも結構いてね、はい、びっくりするところです。はい、で、今日ね、何させてもらうかというと、水生植物ネタではなくてですね、またメダカネタなんですけど、お客様でね、針っこからこうだんだん制御にする間にこうゾウリムシがいいですよっていうふうにね、毎回言われてて、いろいろね、ゾウリムシとか生クロレラとかワムシとかですね、他にブラインシュリンプとかね、いろいろあるみたいなんですけど、あと光合成細菌もいいよとかね、言われたりとかね、その中でですね、手っ取り早く手に入りそうだなと思ったのがゾウリムシだったんで、ゾウリムシって一体稚魚にどれぐらいいいのかなっていうことでちょっとね、実験してみました。はい、実際に5リットルぐらいの水量で各ね、3容器に分けて10匹ずつで、ゾウリムシ液を25ミリリットルずつ、入れたやつが2つで、さらにゾウリムシなしで、普通のね、ドライフード、メダカの稚魚用の餌みたいな細かいのを入れてあげたっていうのと、あと、ゾウリムシと、あとこうなんですかね、ドライフードとっていうのでゾウリムシだけのやつと、この3パターンでね、どれぐらいのね、こう成果が違うのかっていうのを実際に実験してみました。はい、その結果がこちらです。こちらがね、ゾウリムシをね、キャップ1杯分与えた時の様子です。すごくね、喜んで食べてそうな雰囲気が映ってると思うんですけど、はい、ということで、こちらの方がですね、ゾウリムシの、与えたもの、与えてないもの、逆だ、ゾウリムシの与えたもの、与えてないものとかですね、両方与えたものということで、3パターンですね、1ヶ月近く検証させてもらった結果ですね、状況です。で、私の方がですね、夜じゃなくて朝ね、出勤する前にしかね、餌を与えられなかったので、1日1回だけ与えた場合の、生育の差ということで、またね、回数与えてもらったりすると実験結果とかね、異なってくる可能性もありますので、ちょっとね、ご参考までにしていただければと思います。で、まずこちらがですね、ゾウリムシ単体っていうやつですね。ゾウリムシを1日 25ml、 ゾウリムシの入った水ですね、 25ml だけ与えたっていうので、結構ね、全体的にバランスよく生育してるって感じです。はい、で、あとこちらの方がですね、ゾウリムシプラスメダカの餌っていうことで、なぜかですね、こっちの方がこう生育にばらつきが出てですね、変な結果になってるなっていう感じはするんですけど、で、こちらの方がメダカの餌のみということで、1匹だけちょっと大きくない成長してるやつはいるんですけど、全てこうかなり小さいままになってしまってるっていうような状況です。はい、あとですね、与えていた時の感触なんですけど、ゾウリムシだけだとやっぱり生き餌なので、水がほとんど汚れることなかったですね。で、こちらのメダカの餌が入っている方、汚れるっていう表現をするとなんか語弊があるのかな、グリーンウォーター化していました。はい、こちらの2つは。はい、で、そのグリーンウォーターも結構メダカにとっていい影響を与えるのかなと思ってたんですけど、
意外とそこまでこういい影響になってないのかなって感じの結果で、グリーンウォーター、メダカの餌が入ってないこいつがなぜか、結果としていい成績を、出してまして、こちら の, メダカの餌&ゾウリムシが一番いいですよっていう、ね、話させてもらいたかったんですけど、意外とねこれちょっと水がこう汚れすぎちゃったのかなって気はするんですけどね、はい、まあ、ちょっとよくわかんない結果になっちゃいましたが、ゾウリムシが張り子の頃の生育にいい影響を与えるっていうのはね間違いないような感じですね。でちょっとねこの後動画で、はい、ということで、今日はですねゾウリムシ与える与えないっていうことでメダカの生育をちょっと見てみまして、その実験結果の報告でした。それでは皆さんさよなら。あとですね、ゾウリムシの培養方法ですね、ちょっとだけさせてもらいたいなと思っております。でですね、ゾウリムシの培養方法は、ペットボトル用意していただきまして、私は500でやってましたけど、まあ、1.5ミリリットルの、ペットボトルぐらいを用意していただきまして、でそれの半分までですね、カルキを抜いた水をですね、だからまあ大体こう組み置きしてね1日ぐらい経ったやつを、使っていただいていいかなと思うんですけど、でその半分水入れたやつに、ゾウリムシの、いっぱい入った培養液を1割2割ぐらいちょっとねジョボジョボと足していただきまして、であとですね、こちらの私はエビオス錠を使っていましたけど、強力若元でもいいということだったんですけど、私は値段でエビオス錠を選んじゃいましたエビオス錠の方が安かったんで、でビール餌となるねビール酵母の配合比率としてはエビオス錠の方がね結構高かったので、安くて結構いいんじゃないかなとかと思ったんですけどね、はい。で置き場所、まあまずですね、ここ空間残しとくっていうのは酸素が必要なので、ゾウリムシにはだからこう空間を残した状態で管理していただいて、なおかつキャップはせずに置いておくということで、この状態で、でエビオス錠は溶けるので、溶けた後こうやってくるーっと回してね、完全に攪拌していただくといいと思います、はい。で、あとポイントとしては、これ自身は太陽光、ゾウリムシはね太陽光とか必要ないので、部屋の暗いところに置いといていただいたらいいと思うんですけど、まあ、直射日光とか当てると水温が上がりすぎてしまったりとか、あとですね、藻が発生してしまったりする可能性があるので、私は基本玄関のところとかに置いて管理しておりました。ただですね、問題があるんですけど、非常にねこの臭いんですよビール酵母の匂いですかね、これゾウリムシの匂いなのかちょっと定かではないですけど、非常にかぐわしい香りがしまして、あまりこうたくさん置いとくと家族に対して家族からのクレームがね勃発しかねないような匂いを発しますので、皆さん栽培をするときはお気をつけていただければと思います。であとですね、水温についてはまあいろいろ諸説あるみたいなんですけど、まあ、大体20度から30度ぐらいの間の方が非常にこうよく繁殖するみたいです。あと餌のこのエビオス錠とか強力若元も多い方が繁殖するみたいなんですけど、ただですね、繁殖はもういかにもどんどん増えていくんですけど、こう透明の時の水だったらよくわかるんですけどね、白い点々がこう水面近くをねこう浮遊している状態なんで、慣れてきたらだんだんこうすぐ肉眼でね確認できるようになるんですけど、すっごく増えていって、ある程度増えると、増えすぎたらですね、一瞬でこう全滅してしまう時があるんですよ。まあちょっとぐらいは残ってんのかもしれないですけど、見た目にはね昨日までドゥオンウーヤーってね、もうわんさかいたねゾウリムシが一晩でこう水が澄んじゃってね、もう全然いない時があるんですよね。それが、私の方で何が原因かまだ分かってないですけど、まあ一つ考えられるのは酸欠、増えすぎるとやっぱりね、どんな生き物も酸素の必要量が多くなるので、酸欠によって死んでしまってるのかなっていう気はするんですけど、ある程度増えてきたらね、またこう分けて足し水してこう水量を増やしてあげてね、こう過密にならないようにしていただいた方がいいのかなと思います。
ということで、今日はですね、まあ、簡単なゾウリムシの培養方法をご紹介させていただきました。はい。この動画は水生植物専門の土着園芸がお送りしています。直売店とウェブショップもありますよ。動画の内容は水生植物ビオトープメダカ等週1で配信しています。皆さんのチャンネル登録待ってます。